リボンチャンネル。やっぱり赤じゃない？でも水色も可愛い。アクセと髪型悩む。食べて、焼きそば食べて、あと射的やりたい。やり直し。え、二人きりで夏祭りだよ。人混みではぐれないよう手つないだり。ほら、手。わたあめ食べるって関節キスしちゃったり。え、夏祭りってそういうことすんの？ただ遊ぶんじゃ。小春子ちゃん、これ少女漫画？これ読めば大体わかるから。この号いいよね。一条くん楽しみって言ったんでしょ。一条くんもこういうの期待してるかもよ。一条が期待してること？あら、もう寝るの？あ、明日体調万全で行きたいから。おやすみ。お母さんにバレないよう読んでね。この付箋は好きだ。ああ、やめ。なにこれ、サチ。どうしよう。ずっとお前だけ。目が勝手に見ちゃう。一条くんもこういうの期待してるかもよ。こっち向いてよ。楽しみ。何？ボンボンボーン。あれ？あれ？欲しいな。あっちは？どうなれ？行ってみようよ。いいね。一条、遅れてごめん。ちょっと寝坊しちゃって。浴衣って全然走れないね。浴衣が女の子らしく見える理由分かったよ。足がね。最後まで動画を見てくれてありがとうポシュ。チャンネル登録よろしくポシュ。グッドボタンやコメントも待ってるポシュ。リボンチャンネルは毎日更新中。これは毎日見るしかないポシュ。次の動画も見てね。